じゃあこんにちは、三鷹さん。はい、すごいニュースが、まあネットニュースでも、はい、まあ、盛んに報道されてるんだけども、うん、まあ、中日ドラゴンズ、はい、ね、立浪監督、まあ、新監督誕生かということなんだよね。はい、はい、まあ与田監督も辞任をして、うん、まあ、中日球団が、はい、立浪にね、うん、監督要請をしたということを正式に、まあ、発表したから、はい、まあ、ちょっと喋りたいと思うんだけどもね。そうですね、はい、中日球団として、うん、立浪氏にこう就任の要請をしたということ で、 そ、 でそれに対してのちょっと前向きな返事をもらったよっていうところが今日発表になりましたよね。だからまだ正式な誕生ではないんだけど、はい、まあ、ほぼ間違いないということでね。そうですね、またこのシーズン終了後に正式発表があるということなんですが、うん、まあ、ね、はい、まあ、現役引退から12年、うん、ミスタードラゴンズ復活かという、はい、もう一度もまだユニフォームに袖を通していないということです ね、 そうだね、まあ、WBC では、うん、バッティングコーチとか、はい、まあ、そういうところでは活躍をしたんだけども、うん、まあ、レギュラーシーズンというか一つのチームでね、はい、ユニフォームを着るっていうことは初めてという、はい、だけどいろんな誘いもあったんだよね、他の球団からも、うん、だけどやっぱこう待ち続けてたね、ね、まあ、ミスタードラゴンズもちろんということで、で中日はやっぱり裏切れないということでね、うん、で待ち続けて12年、はい、やっと誕生するという、まあおそらく間違いなく誕生するよ、うん、まあ、豊さん、いや嬉しいな、ね、まあ、個人的にもこうお仕事でもよく一緒になることも多かったでしょうし、うん、そうだね、まあどうですか、そっちやっぱりね、こう見ててやっぱこう6画面あるんだけど試合が、はい、ね、セメリーグ3試合、はい、パリーグ3試合、やっぱりね中日に目がいってんだよね、立浪は、立浪さんはあかんなとか打てんな、あいつはこうやったらもうちょっと打てるんだろうけどなとかっていうのは大体中日の話、そうそう、もういろんな思いが詰まってて、うん、で今年のキャンプに初めて、はい、ね、袖をユニフォームの袖を通してね、臨時コーチ、そう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 、うん、まあそこら辺からひょっとしたらっていうね、はい、ことがあったんだけども、うん、やっぱり与田監督を受けてということ、うんうん、ね、誕生になったらね、はい、でも与田監督の功績っていうのはさ、はい、やっぱ打てなかったけど、うん、やっぱり自分がピッチャー出身でね、うん、やったように、うん、ものすごいピッチャーを確立させてくれたよね、それを受けて、まあ、立浪と、確かにね、ピッチャー陣っていうのはすごく目立ったでしょ、はい、よかったよね、だからちょっと打てばっていうところまで来てたんだけど、うん、まあ流れ的にはピッチャーの監督の後はやっぱり野手の監督、うん、うん、それももうミスタードラゴンズもう12年経ってるわけだからやめてね、はい、それでやっぱこう打てるバッターを育ててくると思うよ、立浪は、はい、だからそこら辺にバランスが取れた、うん、いいチームが出来上がるんじゃないかなっていうふうに期待するし、うん、はい、で星野さんの時1年目に入団してきたんだよね、はい、うん、で星野さんのやっぱ番号って77番、はい、77番つけるのかなっていうのを楽しみなんだけどね、うん、77番なのか、はい、それとも立浪が現役時代3を愛したように、うん、73とか83とか3にまつわる数字を選ぶのか、うん、それも楽しみだよね、背番号ですね、うん、っていうかまたね、ドラゴンズユニフォームでベンチでっていうと、うん、それを見たいファンはたくさんいると思うんですけど、たくさんいるよね、それとね現役終わってからもあんまり体型が変わってないんだよね、ね、やっぱちゃんとスッとした維持して、俺みたいにはなってないんだよ、はい、僕太ってはないし、だからユニフォーム姿もめちゃくちゃかっこいいと思うよね、まあ、辰巳さんの中でやっぱそこっていうのはずっと念頭にあったんでしょうかね、うん、いや、やっぱり立浪ぐらいの人間だったらさ、はい、他の球団もやっぱユニフォーム着てほしいっていうところはたくさんあったと思うけども、うん、でもそれを断ってたっていう経緯があってね、はい、やっぱり中日を待ってたんだよね、という意味では非常にファンも喜んでると思うよ、はい、やっぱ立浪って中日で絶大なる人気があるしさ、はい、だからそういう意味ではやっぱ早くユニフォーム姿が見たいっていう声がたくさんあった中でね、うん、まあ12年間という日を要したけども、はい、PL 春夏連覇の時のキャプテン、はい、あの荒くれ者をさまとめ上げてもうね、そこにはそうそうたるメンバーいたよ、いや、もうあの
大っていうのは、うん、結構伝説というかたくさんプロ野球選手も出ているし、だから巨人にドラフト1位された橋本、はい、片岡、はい、野村、はい、でその1個下には宮本とか、ね、まあ、いろいろ荒くれ者がいたんだよね。荒くれ者っていうか、まあ、性格はいいんだけど目立った選手、ね、まあ、やんちゃな選手っていうのがたくさんいたんだけど、はい、やっぱ立浪には一目置いてたというね、うん、そういう選手たちがいたんだよね、はい、で、まあ、これは動画の中にもあるんだけどさ、はい、片岡が打てなくなった時に、うん、明日から落ち葉拾いしようと、落ち葉破棄しようと、はい、あ、聞いたことありますね、一膳すれば何かいいことがあるということで、片岡がなんで落ち葉破棄やねんって言ってたのが、こう立浪も一緒にやってくれて、うん、それでなんていうの、打てるようになったという、うん、で甲子園では4番も打ったというね、人望も厚いんだよ、うん、で俺もプロ野球ニュースで一緒になった時に、ちょうど誕生日の時にさ、父さん今日誕生日なんですねって言ってケーキ用意してくれてさ、うん、まあ一緒に撮ったのがインスタにね載せてあるけども、はい、だからあとはやっぱこう誕生するに至って誰を組閣するか、もうそれも多分気になるところなんですが、うん、近くで言うと同級生の片岡さんなんて何か陽性があったりするんですかね、うん、いやーそれはまだ聞いてないけどさ、はい、まあ陽性する方向にもなるかもわからないし、はい、まあ、バッティングコーチで打てないチームだけに誰をバッティングコーチに据えるのかとか、うん、いろいろこれからやっぱ立浪は大変だろうね、うん、いろいろ頭を絞ると思う、うん、ただ人望が厚い人間だから、はい、すごくなんていうの、人をこうより分けてよりいい人を選んでくるかなっていうふうに思うよね。だからどんな野球になるのか、やっぱ緻密で厳しい野球になると思うよ。また新しいこう風が入るということは、チームのこう雰囲気とか、うん、こう今はピッチャー中心のっていうようなところがまた少し変わってくるということですかね。だから智将であり闘将になると思う。やっぱ戦う姿っていうのは立浪っていうのは大事にすると思うし、うん、やっぱ考える能力っていうのもすごく重んじると思うんだよね、うん、だからそういう意味ではすごく智将であり闘将になるんじゃないかなっていうような気がするよね、うんうん、だから非常にもう今から楽しみだよね。ね、まあ受けないっていうことはないと思うから、そうですよね、まあ誕生すると思うけど、はい、うん、だけど非常にいい選択を中日はしたのかなっていうね、うん、うん、だから流れがあるじゃない、監督の流れって、はい、で与田監督に任したっていうのはやっぱ投手力の確立で勝負する監督は立浪という、うん、やっぱりピッチャーが出来上がったところで野手を育てるというね、うん、でブライト・ケンタっていうさ、ドラフト1位、はい、1位外野手の、立浪の番組で中日のドラフトの補強ポイントはって言ったら、あ、ブライト・ケンタがいいんじゃないかって言ってたらドラフト1位にしたからさ、はい、だから そっからやっぱ流れはもうできてたのかなっていうふうに思うしね、うん、でも思い出すよね、立浪とはもう長い付き合いでさ、はい、立浪がプロ入り高校ドラフト1位で入ってきて、はい、開幕戦が中日だったんだよね、うん、あ、はい、でその時は星野さんで、うん、でちょうど雨が降っててさ、うん、室内練習場で練習をしてくれって言われてたの、はい、で俺らが室内練習場に着いたら星野さんが、だからちょっと来いって言うわけ俺なんかしたんかなと思って相手の監督さんに呼ばれることってあります？いやなかなかないんだけどさいやちょっと怖いとか言われて、うん、はい、今年も1年よろしくお願いしますって言ったら、うん、ちょっと待っててくれって言って、で立浪とか言ってバーッと来てで会わせてくれたの、はい、で立浪に言ったの、これは本当のことだからね、別に俺をあげようとしてるわけじゃないんだけど、はい、立浪こういう選手になるんだぞとか言われたの、はい、挨拶しとけって言って、でそっからの付き合いなの。うーん、で立浪の第一打席セカンドゴロ、あら、トンネルしたんだよ俺がそれは何だったんでしょう、ね、いや何だったのかな、なんか俺もなんか意識しちゃってさ、一応豊田さん守備の記録持ってましたよね。いや持ってるけどこの間までね、まあ、その時は全然ね、はい、まだ記録とかそんなんじゃなかったけどでも2打席目にツーベースを打って、ね、487本かな、はい、ね、1本目を見てるというさ、うん、だからなんかすごく縁もあるしさ、立浪とは、うんうん、本当に誕生した時には、はい、YouTube の一番に出てもらわないと困る。
困る困るね、うん、でやっぱ第一声をね、どんな野球になるのか、はい、あーチームをどうしていきたいのか、うん、そういうものもじっくり聞きたいしさね、まあそういうのってさ、うん、やっぱり豊さんしか聞けなかったり豊さんだから話すっていうこともあると思うので、まあ多分ね、ね、うん、だから総括も含めて話せる範囲で話してもらいたいですね。全部、いや話せる範囲っていうか、話せる範囲だったら全部聞きたいし、うん、話してもらうよ、うん、だからどういうポイントで、まあ、ヘッドコーチもまだこれからだろうけども、はい、誰を養成してどうなるのかね、あ、まあ、PL ってさ、やっぱそうそうたるメンバーがいるから、はい、そこからピックアップしてくるのかさ、まあ楽しみだね、これは。なんかこう、意外な人が選出される可能性もあったり、可能性もあるよね。あ、ここがこんな風につながってこうなるんだみたいな布陣が引かれるのかなって、うん、あるんだよね、思いますよね。そうそうそう、だからあの本当にあの楽しみだしさ、豊さんが予想する誰かが入るんじゃないのみたいなのもありますか？誰だろうな、やっぱりPL 関係は何人か入ってくるのかなっていう予想はするけどね。ただやっぱりこう中日 OB だからさ、中日の OB の選手たち、うん、引退した、うん、そういう選手たちっていうか OB たちにもおそらく声はかけると思うよね。まあ、そうですね、やっぱり中日大好きだからさ、立浪は、うん、でお世話になったっていう気持ちもあるし、うん、まあ、監督としてこれからこう恩返しをしようと思ってると思うしね、うん、だからあのどういう組閣になるのか、なんかプロ野球ニュースでさ、立浪とか一緒にやったりとかするとやっぱ楽しいわけ、うん、野球が深いしさ、はい、だからなんか寂しくなるな。複雑ですか？複雑なんだよ。いや俺は立浪の監督見てみたいっていうのはずっと思ってたし、はい、まあ、見てみたい人間は立浪、片岡、はい、宮本、はい、あと誰だ、あとあんまり思い浮かばんけど、この監督は見てみたいの。なぜかというとさ、うん、こうやっぱり野球を話すと、うん、やっぱ正しいわけ、うん、正しいっていうかさ、違う方向には絶対行かせないわけ、うん、で厳しいわけ、うん、やっぱ勝負ってやっぱ厳しい世界だからさ、うん、ある程度の厳しさっていうのは必要だし、だからそういう意味ではなんか すごい規律の取れた、統率の取れた、まあ、チームを作りそうだなっていうふうに思うね。じゃあ豊さんの見たい野球をしてくれるチームになるのかなっていうところですか、うん、考えさせられるようなチームになるかもわからないね、うんうん、だからすごく楽しみだし、肝が座ってる男だし、ね、金には切れる男だから、やっぱ切符のいいこう勝負というかさ、そういうのもこう見れるかなと思って楽しみにしてます。じゃあこの立浪さんが第一線にまた現場復帰ということは、うん、楽しみがたくさんある中でちょっと寂しいなっていう気持ちもありつつ、いやもうめちゃくちゃあるめちゃくちゃあるけど、もう心待ちに俺も心待ちにしてた監督だからさ、はい、うん、だから楽しみに応援したいと思います。そうです ね、はい、はい、まあ、いつ、うん、ね、もう近日中に多分発表には多分なると思うけども、あの一応シーズン終了後に正式発表みたいな、うん、まあそうだね、記事は見かけましたけど、うんうん、まあご本人の口からまた何か ねコメントがあるのも楽しみですね、うん、そうだね、はい、はい、まあ、期待してます、はい、ね、応援してますよ、はい。